はい、こんばんは。12月8日土曜日午後10時30分を回りました。4号金吾の夜、第584回、今夜もどうぞよろしくお願いします。今日もね、スマートフォン、Galaxy S3 プログレを使って放送を行っております。というのも、ご覧のように今、YouTube の方に動画のアップロードを行っているんですが、昨日からずっとこういう調子でもう20何時間もう30何時間ぐらいですか、もうパソコンがフル稼働で動いております。まあ、昨日の段階で、動画の、レンダリングまで終わって、今日の午前中というかもう昨日の深夜からアップロードを行っているんですけれど、都合7本の動画をアップしないといけないんですが、今3本目が今アップロード 86% という状態です。まだあと3本4本あるんで、もう今夜も遅くまでかけて YouTube の方にアップロードしたいと思います。何の動画をアップロードしているかというと、12月2日すいません、2日に行われた、衆議院選目崎一区立候補予定者公開討論会、その、動画というか音声のみなんですけれど、それをアップしております。まあ、当初はね、まあ、結構2時間を超えていたものなんで、もう編集がめんどくさいなということで、まあ、アップロードをするのをやめようかなと思ったんですが、まあ、ある事情があって、まあ、やはり、公開しないといけないと、僕ら有権者の投票行動の判断材料の一つとしてね、各候補者の生の声で何を訴えたいのかということをね、きちっと、確認しないといけないなということで、2時間20何分あったやつを、争点ごとに分けて、音声に写真を抜けて行っております。まあ、テープ起こしではありませんけれど、まあ、音声だけでもね、まあ、立候補者ご本人の声で、説明しているので分かりやすいのかなと思っております。三大争点というのが、TPP、ね、環太平洋経済連携協定、参加交渉の問題、それと消費増税の問題、これと、原発再稼働を含めたエネルギー問題、その3つについて、それと、県民の皆さんから、募集した質問2問あるんで、それを、1問ずつ分けて、1問ずつっても1本の動画で、30分ぐらいの内容があるんですが、三大争点の2番目の消費増税の動画をアップしております。まあ、そういう中で、ね、まあ、僕ら、これはですね、昨日の反原発原発再稼働反対ウォークの時に、毎回、担当の方、担当というか、まあ、主催者の方がね、こんな風にして、毎日新聞、毎日新聞と地元の宮日と、あと朝日宮日かの記事を切り貼りして、まあ、原発に関してこういった動きがありますよということをね、プリントしてもらってきているんですが、その中で昨日はね、もう一枚もらったのが、宮崎の、自然と未来を守る会という市民団体、市民グループがございまして、そこが第46回衆院選立候補予定者への公開質問状ということで、これは原発再稼働、エネルギー問題に関する公開質問状を送って、その回答が一覧表になっております。これもね、動画、写真なんかで、またブログでご紹介したいなと思うんですけれど、ここに各候補者の原発に関する興味深い回答が載っているんですね。まあ、その中で、これとこっちにも
その、なんだ、公開討論会の原発に関する発言の内容が、文字として残っているんですけれど、こういった書類、資料をね、読み比べていくと、なんか面白いのは、なんだって、11人候補者がいる中で、同じ党でありながら、違うよっていう、内容もあるんで、もう個人の考え、立候補予定の考え、まあ、党の政策、党議拘束でなってる部分もあるんで、なんで党とは違いのことを言うのかなということもあるんですがね、原発に関してはね、だから結構面白いなということで、まあ、その生の声で、編集してるんで、また後ほど、どうぞ、聞いていただけると面白いかなと思います。まあ、これ、まあ、名前を言ったら弊害があるかもしれませんけれど、なんだろうな、10年から20年で原発ゼロに持っていくというような訴え方と、2030年代にはゼロにするという訴え方、全く同じだと思うんですけれど、これを見ると、2030年代ということは今、2012年ですから、あと18年後、20年後なんですよね。で、あと他の党でも、そんな、10年から20年でっていうふうに考えているんですが、その中で、なんだろうな、イデオロギー論と切り分けた議論が必要であるという、イデオロギー論と切り分けた議論っていうのは何なのかっていう、抽象的に書いている候補者もいるんですね。なんだろうな、まあ、わからないんですね。そういったなんか、もう書く欄が狭いので、そういった抽象的な文章表現になっているんだろうなと思うんですけれど、まあ、言葉遊びになっているのっていうところは否めないのかなというところですね。だから面白いなということで、はい、ずっと見ております。と、面白いことを言ってる人が一人いらっしゃいました。と思ったんですけど、中山さん、これ名前言いますね。中山さんが、中山さんが、文科大臣の頃に、ITER 計画、ITER 計画というプログラムがあったそうなんですね。ITER 計画、地球上に小さな太陽を作ってエネルギーを得るというプロジェクトが、中山さんが文科大臣の時に調印をして、今、研究を行っていると。それが、3、40年後には実現するので、そのエネルギーを使うとこのエネルギー問題が解決するという ITER っていう言葉、聞いた覚えないですね。ITER、この記事にも ITER って書いてるんですけれど、まあ、その当時はその ITER プロジェクトが結構動いていたんでしょうね。その ITER プログラムへの予算が今現在どのくらいあるのか分かりませんけれど、あと3、40年すれば実現できるのかどうかというところも含めて分かりませんし、あとメタンハイドレードの可能性があるということを言っている候補者もいらっしゃいます。まあ確かにメタンハイドレード、エネルギー源としては、有望だろうと思っていますが、実用化まで、まあ、かなり時間かかりそうですし、この前、新潟の方で採掘実験が行われたシェールオイルか、シェールオイル、あれもね、今後実用化に向けて動いていくとなると、やはり20年、30年かかってくるんだろうかなと思うんですよね。で、これも原発は即時ゼロ、可能な限り早く、なくしていきましょうということを答えている、候補者の方が多いので、まあ、即時ゼロにする中、今でもね、九州電力管内は原発は動いていないんですけれど、まあ、この冬節電要請も来てませんので、まあ、なんとか、やっていってるということは、現状でも、まあ、電力電気は足りているだろうと、
だろうですよ、垂れているだろうというふうに、まあ、僕ら、思っているんですけれど、その電力会社の方が、どう判断してるのかと、電気が足りないからどん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 原発を作っていって、まあ、54基に数が増えていったと。逆に電気の抑制、電力の抑制をしていくと、今度は経済効果、日本の経済に影響を与えてしまう恐れがあるから、どん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 電力を使え使えと、そのためには原発が必要だという結果、こうなっちゃったんですよね。まあ、経済効果の面で、まあ、なんだ、電力需要を抑えていくと、まあ、物が売れない、物が作れないという問題も出てくると思うんですけれど、現状を見れば九州電力管内では原発は今ない。ただ、電気量の値上げをしないといけない、まあ、火力発電のコストがかかってくるんであれば、この前ね、池田清彦先生と養老孟先生の対談の本、本当の復興という本を読んだんですが、その本当の復興という本を見ると、一元管理、ね、電力を一元管理やってるっていうことではなくて、分散していく。例えば、日本は、土地が狭いということで、太陽光発電は結構広い土地を必要としますよね。それもあるんですが、水力発電、小水力発電、小さな小型の水力発電所を、まあ、用水路、川のそばに作ると、そういった小型の水力発電所をいっぱい作っていく、そうするとそこで電力が生まれてくる、そこを中心に電力を供給していくというシステム、なんか分散型、スマートグリッド、アメリカでは電力網をスマートグリッドという方式でバーッと電力網を作っていってるんですけれど、まあ、日本のように、電力を供給する、作る側も供給する側も、もう同じという状況はなくしてね、どこでも電気は作れるんだということで、まあ、やっていかないといけないんじゃないかなという話してましたね。風力発電に関しては、なんだ、回ることによって、プロペラが回ることによって風力が減衰するということがあるんで、思った以上の電力にはならないというような話と、あと風車が起こす超周波の、振動による健康被害というのもあるので、まあ、日本は、あまり風が吹かない、風が吹くのは台風とか、まあ、今日のような爆弾低気圧の時ぐらいで、常日頃、風があるようなヨーロッパであれば風力発電は、有効であるが、日本ではどうだろうかって話してもらってね。逆に言うと、その水力発電、川があるんで、川の力を利用した小型の水力発電、それを分散して作っていくことによって、電力の安定供給を行っていくということで、それはここには一切書いてません。やはり研究者、学者の考える内容というのは非常に実用的で、政治家よりも分かりやすいことをおっしゃるんで、あ、なるほどねって、そういった研究者が政治家になって動いていければいいんですが、そうなってくると今度はね、いろんな問題があるんで、まあ、純粋に研究をしてもらえればいいのかなと思うんですけれど、水力発電を使っていきましょうって書いてる方は何人かいますけれど、具体的な内容ということに関してはね、そう詳しくは書いていないんですけれど、そういったね、もっと具体的な話、今の電力会社の持っている問題点、そこにメスを入れて、電力の供給提供、抑制、電力の分散、そういったことを考えていかないといけないんだろうなというふうに思っております。はい。で、これ仙台原発の再稼働を、反対しますか容認しますかということで、仙台原発再稼働、OK と言ってるのが、安全基準を、満たせば OK というのが民主党、日本維新の会ですね。でも自民党おかしいの。1区と2区自民党違う。
自民党の1区は、再稼働反対、2区の自民党は、これはなんだ、原子炉 原発の再稼働の可否については順次判断し、すべての原発について3年以内の結論を目指しますって。でなくて、仙台原発は再稼働いいんですか、どうですかって言ってるのに、わけのわからん回答をしてますね。3区に至っては無回答ということで、この自民党さん意見が割れてますよということね。あと、仙台原発の3号機の増設、これどうですかって、ほとんど全員が反対しているのに、やはり自民党の2区の方は、反対か賛成かの答えでなく、3年以内の結論を目指しますと。3区は無回答ということで、本当1区と2区3区の考え方がおかしいのかな、自民党と割れてますねということですね。で、他の方はほとんど、再稼働も反対、3号機の増設問題も反対ということだそうです。まあ、この国で具体的に主流があると、原発問題、エネルギー問題に関してどう考えているのかというのが分かりますね。あの TPP とか、消費増税に関しては、まあ、あの動画で、生の声を、聞けますんで、生の声を聞いてみてください。結構ね、討論するのかな、立候補者同士が討論するのかなと思ったら、コーディネーターのアンポンタンが10秒で答えろって言って、10秒で答えられないですよね。ということは討論するなということなんですよ。討論会と言いながら、討論しようと思ったら10秒で答えろっていうのは討論会って、討論会って言わないよなと思ってるんですがね、まあ、それを公開討論会というふうに、地元の新聞社は言ってるようです。だからあそこね、なんでその中山さんとか富山さんがいいですかって手を挙げて反論しようとしたのに、なんで止めるのかっていうところ、それはもう全て公平公正に各6人の候補者に、均等に時間を振り分けて、意見をお聞きするということがあるんですよね。まあ、均等じゃなくても、言いたければ物言えばいいし、文句があれば反論すればいいのに、なんでそこまで、厳しく時間制限するのと。おまけに午後4時に終わる予定が大幅に時間をオーバーしてるんでね、これ生中継、ケーブルテレビで生中継してましたけれど、スポンサーさん大変ですよね。だからなんで時間通りに終わらないのかっていう問題もあるんですけどね。はい、ということで、まあ、ちょっと今日もね、今からまた、動画の、アップロードの作業を、ずっと行いたいと思います。またこれ以外にもね、選挙に関した、ちょっとした動画も、作ってみたいなというふうにもう頭で考えているんですが、もっとアップロードが終わらないと、どうしようもできません。また明日もね、いろんな日曜日で、日曜日ならではのイベント、青島太平洋マラソンとか、あと地元の大塚では、餅つき大会、子供と、餅をついて遊ぼうとか、いろんなイベントがあって、うちの親父が、取材に来いよと言っているんですが、こっちが終わらないと明日の予定全く立っておりませんけれど、まあ、あちこち、行ってまた疲れて帰ってくるよりもね、ちょっと逆に、ゆっくりのんびり過ごした方がいいのかなというふうに思っているところでございます。はい、ということでね、まあ、市民メディアとしてできること、まあ、なるべくノーカットで、情報をお伝えしていく、まあ、編集することによってね、変な方向に誘導していくんじゃないかというふうな部分があるんですよね。今日の地元新聞の記事も、まるっきり、違うことを、記事にして書いているっていうのがあって、お詫び訂正というのが小さく出てましたけれど、真逆のことを記事にして書いているという、その文章センス、耳が悪いのか何なのか分かりませんけれど、まあ、そういったね、お詫び訂正の記事を見ると、果たして他の記事もちゃんと、取材をして書いているのかなと、ね、自分たちの誘導したい方向に
持っていってるんじゃないかなという疑いは出てきますよね。まあ、新聞はですね、テレビなんかも、まあ、時間があるんでカットしてやれば、自分らの不都合な部分は消えるわけであって、そこはあってはいけないんじゃないかなというふうに思っております。お隣、韓国の大統領選挙ではまた市民メディアが、頑張っているようですね。まあ、あるどっかの KBS どっかのテレビはもう選挙報道をやめたということで、もう選挙報道を、控えるような方向で動いていると、逆に勢いづいているのがインターネット放送、インターネットにおける、候補者の、政見放送とかね、ネットを使った選挙運動をやってるんですよね。だから日本はまあネットを使った選挙運動ができないという状況なんですが、ちょっとそのあたりね、今後考えていかないと、どうなんでしょうかということなんですよね。本当に立候補者が訴えたいこと、伝えたいことと、大手マスコミが伝えたいこと、言いたいことっていうのは、必ずしも一致しない、合わないという部分がありますんで、そのあたりちょっと、インターネットのメディアとしてね、ほぼノーカットで、候補者が言いたいことをお伝えしていくといった報道に心がけていきたいと思っております。はい、ということで、もうすぐ、アップロードが、終わりますが、今日の放送も、この付近で終わりにしたいと思います。明日、日曜日ですね、11月9日、今日は11月8日で、新高山登れ、太平洋戦争真珠湾奇襲が行われた日です。71年前ですか、ね、今日 NHK の総合テレビで、戦艦大和の、番組もありました。僕も以前、大和と、行動を共にしていた、巡洋艦の乗組員の方の、インタビューを行ったことがあるんですけれど、そういった12月8日、今日何の日かということをね、忘れてしまっている人も結構いるんじゃないでしょうかね。まあ、ジョン・レノンの命日ということもありますけれど、12月8日が、日本人にとって何の日かといったこともね、もっと思い出してほしいなと思いました。はい、じゃあ、今夜の、4五金吾の夜第584回、この金で放送を終わりにしたいと思います。また明日もね、同じ時間帯に放送しますんで、お時間ございましたらご視聴のほどよろしくお願いします。それじゃ失礼します。